延安市は中華人民共和国先水省に位置する地球市。1937年から1947年まで中国共産党中央委員会が置かれ、この期間中に毛沢東の党内主導権が確立したことから共産革命の聖地とされる。延安は先水省の北部の大土高原地帯に位置し、現在の気候は大陸性気候で、 四季ははっきりとしているものの乾燥している。河が本流最大級の滝、坪口幕府がある。沿岸の地は古くは異民族による国家が存在しており、河王25年の青道気象雨定に、武光気法とあり、気法が現在の沿岸付近を示すとされる。春秋時代には白敵と呼ばれる宝牧を主な制御としていた少数民族の支配地域となり、 進むの長寿が流浪して、現在の江岸の地にたどり着いたという。戦国時代に入ると旗と義の構想の場となり、一体を領有した旗は高谷津圏を設置した。ほぼ現在の江岸市に相当すると推定されている。市による、統一後も、関与あるいは、長安の他辺の防衛拠点として、重要な位置にあり、引き続き高谷津圏が設置されている。 関大にも引き続き高谷津県は設置されており、関所地理市には高谷津県有う水、越え年とある。これが中国の支所における石油の記述の書室であるとされる。その後、六世紀に正義により延州が設置され、これ以降は高谷津県の名称は消える。随大に延州は延安と改称され、県から軍に昇格した。これよりあと、この地は、 延安と呼ばれることになる。明朝は延安府を設置、民末には農民反乱の拠点となり公務会察、理事生長県中などが延安地区を拠点に判明活動を行った。新朝は明朝の制度を踏襲、延安府のもとに3州、16県を管轄した。養成年間になると三州は直霊州に昇格、園安府の管轄は八県とされ、 県流年間に底辺県及び安市辺の2県がその管轄とされた。新代の辞席としては同地年間に田高州による農民反乱が発生、佐相当により鎮圧された事件、新末に延長石油干渉を設置し、中国における初めての油田開発が行われている。中華民国が成立すると1913年、地域には 先制省にレリン堂が設置された。1928年に未知性が廃止されると各県は省直轄とされたが、1935年9月に行政正しさつ区制度が施行されると北部は、第2、南部は、第3行政正しさつ区の管轄区とされた。調整の最終目的地となったクレキチンから保安を経て、1937年から1947年まで、 中国共産党中央委員会が置かれ、毛沢東が延安のト男を,を拠点に抗日戦線の指揮を行った。また、新民主主義論、時給全論、文芸講話、連合政府論など、毛沢東の主要著作とされる論文執筆を行った。これらの辞席によって革命の聖地とされている。延安地区に、 中国共産党による組織が設置されたのは1926年、李蔵級や、社市長によるよろし川軍第1、第2支部が、先制勝率、第4中学に、延安特別支部を設置したことに始まる。1930年代にかけての反省、解析闘争の結果、戦艦変区及び、戦北変区を、設置、1935年には、戦甘省と、 戦北省を称している。同年から開始された調整により1936年6月、毛沢東率いる中国高農工軍戦艦主体が延安に入場。1937年には戦艦名変区が同年10月には延安市政府が成立し、変区政府直轄となっている。その後1940年代にかけ共産党による高日軍政大学。 呂人芸術学院、仙北工学、延安大学など思想面の強化も含めて根拠地建設が進んだ。共産党はこの地で政府運動と呼ばれる思想統制運動を行っている。1942年1月には行政正しさ支選書が設置され、延安市、府県、幹線県、志単県、安西県、市長県、野川県、延長県、 片林県の一市八県を管轄した。1949年5月、千北行政区を設置、二で林、三辺、水徳、横領の四分区及び延安、延長、延べ川、市長、安西、志差単、幹線の直轄県を統括した。1950年5月、千北行政交渉は廃止となり、延安分区行政、正し差し選書が新設され、 延安、延長、安西、志丹、暮れ端、幹線、富、落川よろし川、広陵、横君横領の12県を管轄した。同年10月、延安選書と解消された。1969年9月には、延安地区と解消されている。1996年11月、延安地区が地球市の延安市に改変され現在に至る。その際に、 研究士の沿岸氏は、法東区に改編されている。近年は、石炭、石油、天然ガスなど地下資源の開発が進み、旧沿岸氏部分は都市化が急速に進行し、抗日戦争時代の面影はかなり薄れている。西勝区、一研究、市、十県を管轄する。千北行政区千北、行政区横領分区沿岸地区沿岸氏。 池谷薫監督のドキュメンタリー映画、遠安の娘は文化大革命時の過報政策が残した悲劇を描いている。ありがとうございます。